初発創発は男性の髪型である。逆焼きを反らずに前髪を後ろになでつけて髪を後ろで引き結ぶか曲げを作った形を言う。髪を結ぶ位置が高いものは型がくわいに似ることからクワイ塔とも呼ばれた。室町時代までは男性の一般的な髪型であった。江戸時代前期からは男性の神官や儒学者、医者の髪型として言われ始め、 江戸時代後期には武士の間でも流行した。経済的に余裕がなく、頻繁に神の手入れができない老人も総発であった。現在でも見られる髪型であり、日本人男性の最も伝統的な髪型の一つである。なお、女性の場合は、同じ総発でも読みが総髪と異なる。そもそも、酒焼きを剃る習慣とは、戦国時代末期の頃に兜を被った際、 頭が群れないようにするために定着したものであり、酒焼きが武士の一般風俗として定着したのは江戸時代になってからである。神官や学者は戦闘には関わらないという思想上の観点から、この酒焼きは反らずにすべての髪を残していた。これが創発の古源である。時代が下るにつれて儒者に限らず思想家が一般的にこれを言うようにもなり、 幕末の頃になると金納派の獅子の間で大流行したほか、砂漠派の面々の間でもこれを言う者が少なく、なかった。江戸時代初期の軍学者、由井小説、幕末の金納派の獅子、坂本龍馬、砂漠派の新選組局長、近藤勇、徳川家持、徳川吉信などの画像や写真では、坂焼きをそらず、すべての紙が残っている。なお、 時代劇に出てくる医者は大抵この創発を言っているが、御定意などの感触についてる医師の場合髪を反り上げていた。これに対し上医者などは創発が一般であった。これは戦国時代の医師が戦場に動員される際には非戦闘員であることを敵方に示すために髪を反り上げていたことに由来するという説もある。明治時代になると、 西洋化政策の一環として明治4年に断髪令が出され、総発を含む曲げは衰退した。当時、総発頭を叩いてみれば、王政復古の音がする。という歌が流行した。ありがとうございます。